第一代最高指導者、近日政主席朝鮮民主主義人民共和国の歴史は、朝鮮の歴史のうちで、1948年9月9日に独立、建国された朝鮮民主主義人民共和国に関する歴史である。北朝鮮は、ソビエト連邦による朝鮮占領期に国家の基盤が形成されていた。建国当初は、 北緯38度線以北の朝鮮を領土としていたが、朝鮮戦争休戦以降は、軍事境界線以北の朝鮮を領土としている。第二次世界大戦末期に日本へ戦線布告をしたソ連は、朝鮮北東部から日本統治下の朝鮮を徐々に制圧していき、1945年9月2日の日本の降伏までには、 北緯38度線以北の朝鮮全域に進駐した。日本がポツダム宣言の受諾を宣言した時点で、朝鮮には朝鮮人による独自の共産党組織があった。しかしソ連は東ヨーロッパの衛星国に対して取った方針を踏襲し、第二次世界大戦期をソ連で過ごした朝鮮人の共産党員に好んで権力を与える方針を持っていた。そのため、 1946年2月にソ連軍はソ連に亡命し、そこで朝鮮人共産党員の指導的役割を担っていた金日成を北朝鮮の行政機関である北朝鮮臨時人民委員会の委員長に任命した。金日成率いる高日パルチザン出身の一派は朝鮮の共産主義者の中では少数派に過ぎなかった。しかし、帰国直前に モスクワで行われたスターリンとの会談でソ連が樹立を考えていた朝鮮の共産党政権の指導者として認定されたと言われている。同年11月3日に総選挙を実施した北朝鮮臨時人民委員会は1947年2月に立法機関北朝鮮人民会議を設置するとともに北朝鮮臨時人民委員会を行政府 北朝鮮人民委員会に再編成し、北朝鮮を統治する政府組織を構成していった。金日成は北朝鮮の社会主義化政策を進めるとともに、朝鮮共産党北朝鮮文局を結成し、徐々に反対派を権力の中枢から追放していった。中国の周恩来国務院総理と会談する金日成首相。朝鮮民主主義人民共和国は、 ソ連の朝鮮占領軍が監督する中で、1948年9月9日に独立を宣言した。建国の翌年の1949年6月30日に北朝鮮労働党と南朝鮮労働党が合併し、朝鮮労働党が成立した。建国当初の朝鮮民主主義人民共和国は、まだ、近日政首相への権力集中が果たされておらず、 満州でパルチザン闘争を行っていたとされる近日清の満州派のほか、朝鮮北部鉱山軍を根拠地に満州派と共に、東北鉱日、貫根軍を構成し普天歩の戦いを共に戦った、縁で当初関係良好、純同盟関係だった鉱山派、日本統治時代に朝鮮地域内で抵抗運動を続け、戦後は南朝鮮労働党を結成していた、いわゆる南労党派、 中国共産党、八祖寺軍に所属し、抗日闘争を共闘していた、いわゆる延安は、ソ連に渡り、ソ連国籍を有している、ソ連派などの勢力に分かれていた。1950年6月25日の朝鮮、民主主義人民共和国の大韓民国侵攻によって勃発した、朝鮮戦争は、当初韓国の李承万大統領を風山に追い詰めるまでに優勢だった。 北朝鮮の朝鮮人民軍をダグラス・マッカーサー率いる国連軍が朝鮮半島北上によって押し戻し、一時期大韓民国国軍は中朝国境の王力港にまで達したが、この国連軍北上に対抗して成立間もない中華人民共和国から中国人民志願軍が派遣され、戦争は朝鮮半島全土を荒廃させた後、 1953年7月27日に朝鮮戦争休戦協定によって軍事境界線を挟んでの朝鮮民主主義、人民共和国と大韓民国との休戦が実現した。この朝鮮戦争では北朝鮮による武力統一こそ実現しなかったものの、この際に軍事委員会委員長となった金日成首相の権力を強化させ、鉱山派、延安派、 ソ連派と連携協力して、最初の政敵とされた、南楼党派の打倒へと向かわせた。なお、朝鮮戦争の際の中国の介入により、中朝連合軍が結成された際、中朝連合軍の法徳会司令官は、近日清首相を差し置いて延安派の僕はじめ右を、中朝連合軍の副司令官に任命している。しかし、1956年の古市長府第一、初期による、 ソ連共産党第20回大会におけるスターリン批判は近日政の個人崇拝を進めようとする北朝鮮にも影響を与え、これ以降、朝鮮労働党内の延安派、ソ連派が近日政の批判を強めた。こうした事態に対して、近日政は鉱山派と共同で強権的に政敵を逮捕、除名することで乗り切り、1950年代末までには、 ほぼ当初の政敵派閥を駆逐した。この間、農業の集団化し、産業の国有化が進められ、1956年より千里場運動が開始された。1950年代末までに社会主義経済体制が構築されたと言える。1960年代になると、隣国の中華人民共和国とソ連間で対立が深まった。北朝鮮は当初は、 両国の顔色を伺ったものの、1962年10月のキューバ危機の頃より、真鍮に傾いた。これに対して、ソ連が経済援助を打ち切る措置を取ったことは、北朝鮮経済に深刻な打撃となった。その後、1966年に始まった文化大革命の時期より、公営平ら文革派が、近日生を、 修正主義者だと批判したことによって中国との関係が悪化したことで石油の入手などを図って今度はソ連に接近した。こうした政策を取る中で1950年代までの時期と比べ経済援助の受け入れ額が激減し計画経済の行き詰まりと相まって経済危機が深刻になった。一方で1960年代の韓国は 1961年の5.16軍事クーデターにより権力を握った牧世紀大統領による軍事独裁の下でアメリカ合衆国や日本との関係を深めアメリカ軍の同盟軍として大韓民国国軍をベトナム戦争に派兵したことなどによって入手した多額の資本を受け入れながら急速に工業化を進めていたそのため中祖の資金援助を当てにできない 状況下で北朝鮮は一国社会主義体制を形成して韓国に対抗する必要に迫られた。こうした中、1960年代半ばより北朝鮮は主体思想を示し思想における主体、政治における自主、経済における自立、国防における自衛の重要性を唱え民族主義的、個人崇拝的な国家運営へと傾いていった。この頃、 韓国に対して強硬策をとり、1968年にはゲリラ部隊にソウルの大統領官邸を襲撃させようとする事件まで起こっている。しかしながら、こうして対立姿勢を打ち出すためには多額の軍事費が必要とされ、民衆には厳しい負担が課されることになった。ルーマニア社会主義共和国のニコライ・チャウシスク国家、評議会議長と会談する、金日成首相。 1972年12月27日、北朝鮮は新たな憲法を制定した。この憲法は朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法と称され主体思想が記された。独立時の憲法では、首都は大韓民国が実行支配していたソウルとされたが、この1972年憲法では公式にそれまで首都機能の存在した平壌に定められた。 また、新たに、朝鮮民主主義人民共和国主席の地位が定められ、これまで首相だった、金日成がその地位に就いた。この新体制の下で、金日成主席の息子の金正日が、思想、技術、文化の三大革命を担い、1974年には、正式に後継者として指名された。指導原理としては、マルクスレーニン主義を継承しつつ、 北朝鮮の独自性を加えた主体思想が示され国家の指導原理となっていった。この主体思想の解釈権は金日政、金正日が独占しているためその権力は理念において絶対的に保障されることになった。また金一族による世襲支配の方針が明確に示される中でその血統が深刻化され様々な革命神話を通じて 一族支配の正当化、絶対化が進められた。文化面でも、金日成が構想したとされる原作に沿った、血の海、花を売る乙女が、歌劇として上演され、映画に関心のある、金正日の指導家でこれらが映画化された。1960年代以末より、朝鮮中央テレビが開局したこともあり、テレビ、映画などのメディアを利用して、民衆の価値観を統一することも、 可能になった。一方、外交面では1972から3年に、韓国との間で、いわゆる南北対話が進められ、南北共同声明が発されたが、人道面での交流を進めようとする韓国と、そもそも韓国を解放闘争の対象とみなし、外国勢力の排除を重視する北朝鮮との間で、妥協点を乱すことは難しく、1973年の 大韓民国中央情報部による近代中拉致事件の直後に交渉は中断された。1972年制定の朝鮮民主主義、人民共和国社会主義憲法に国家の指針として定められた主体思想を記念する首都平壌の主体思想等は1982年に落成した。北朝鮮は1980年10月の朝鮮労働党、 第6次大会で、高来民主連邦共和国構想を発表し、韓国の現政権の打倒と人民の解放による南北統一というビジョンを明らかにした。折しも韓国では、全都関政権に対する学生民主運動家の闘争が激化しており、これを南朝鮮解放の後期と見たためである。全都関政権との対決を強める北朝鮮は1983年、 前都間大統領のアジア諸国歴法に合わせてビルマにてラングーン事件を起こし、韓国政府の要人複数を暗殺する。しかし、北朝鮮政府の良きに反してこの事件は国際的非難を浴びることとなった。窮地に立たされた北朝鮮は1984年中国の仲介によって第二次南北対話を開始し、韓国に対する外交姿勢を対決から対話へと、 急速に切り替えた。この第二次南北対話では、離散家族の相互訪問という一定の人道的成果がもたらされた。しかし、1987年に、韓国で再び、全都韓政権と対決する民主化闘争が激化すると、勢いづいた北朝鮮は、大韓航空機爆破事件を起こし、再びテロ国家として、国際的非難を浴びることとなる。 翌1988年に韓国は単独でソウルオリンピックを成功させ、経済発展をトゲ国際社会における地位を確立した韓国と国際社会から孤立する北朝鮮との比較の差は決定的なものとなった。1989年以降の共産世界での民主化運動は北朝鮮にも影響を与えた。ことに北朝鮮の友好国だった。 ルーマニア社会主義共和国でチャウシェスク体制が崩壊し、チャウシェスク元書記長夫妻が軍により処刑された事件、中国で64天安門事件が最終的に軍の介入により沈静化した天末は北朝鮮政府に軍の地位の重要性を再認識させることとなった。北朝鮮は金正日への権力継承を進めるにあたり、 最高指導者が軍を掌握する体制の確立に努めた。1990年にはペレストロイカを推進していたミハイル・ゴルバチョフの下でソ連と韓国が国交を正常化した。南北統一を悲願とする北朝鮮にとり、ソ連による韓国の国家承認は分断状態の是認と考えられ、大きな衝撃を与えた。こうした中で1990年9月から、 北朝鮮と韓国は再び南北対話を開始するが、この中で北朝鮮は南北統一の形として一国二制度の形もあり得るとの妥協案を提示した。また、1991年には非核化交渉も開始し、1991年12月には南北共同合意書及び非核化共同宣言が採択されるに至った。同1991年には朝鮮民主主義、 人民共和国と大韓民国は国際連合に同時加盟している。一方、日本との関係では、1991年から国交正常化のための日朝交渉が開始されたが、拉致問題が取り沙汰されると北朝鮮が態度を硬下させた。さらに、1992年には韓国と中国が国交を正常化し、これにより、 北朝鮮の立場はいよいよ追い詰められたものになる。1993年までに北朝鮮は日朝交渉と南北対話を中断し各拡散防止条約。第3代最高指導者、金正恩2011年12月17日に金正日総書記が死去したことから金正日と交易期の間に生まれた実施つ金日成の孫の金正恩が後継者になった。 その後、元帥という称号が与えられた。2013年6月、憲法や朝鮮労働党規約よりも上位とされる党の唯一思想体系確率の重大原則を39年ぶりに改正した。それによると、我が党と革命の名脈を白党の決闘で永遠に継承し、その純潔性を徹底して固守しなければならないという項目ができ、三大世襲を明文化し、 正当化している。さらに、共産主義社会の基本理念である、プロレタリア独裁という表現を削除した。また、必ず達成すべき異業として、共産主義、社会主義の名目もなくなり、代わって主体革命という言葉が入った。専門家は、これは北朝鮮が、社会主義国家から王朝国家への変貌を公式に宣言したものと、分析している。 2016年5月6日から5月9日にかけて、祖父で初代最高指導者、近日成体制下の1980年以来36年ぶりの朝鮮労働党大会が開催された。2018年4月27日、金正恩が北朝鮮の最高指導者として、史上初めて半門店の軍事境界線を越えて、韓国を訪問し、ムンジェイン大統領と、 第三次南北首脳会談を実施し、反問点宣言を発表した。2018年6月12日金正恩国務委員会委員長がドナルド・トランプアメリカ合衆国大統領とシンガポールにて米朝首脳会談を実施し、両国首脳による共同声明を発表した。米国の現職大統領と北朝鮮の最高指導者が直接対面し、会談を行うのは、 史上初であった。ありがとうございます。